それでは早速始めていきましょう。第144回キエフゼロニウム紅白戦スタートです。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。はい、なんと今日は144回、まあなんとっていうか別に何の節目もないんだけど144回始まりました。今日はちょっとまあ参加人数、あ、結構人いる気がするんだけど、参加人数はちょっと少なめで今のところ16名かな、そういう形になっております。先方に座るのは、ワンピー側佐川アットプレケーシー、お疲れした。あ、お疲れ様でしたね。はい、この昨日というか30日かに6月の30日に、はい、13の大会がありましたね。はい、お疲れ様です。ということでスーピー側が初心者という名前で出てます。あ、先々週もこの2人が先方で戦ったような記憶がありますが、やっていきましょう。で、ちょっと待ってくださいね、この2人で、ワンピース佐川さんはユリ K ダッシュ量、かなりなんか老害地区なバランスの取れたチーム。一方の 2P 初心者側は嫁のバネッサを引き連れて、あとクラーク寮、お互い寮を大将に置いている。まあ、ピオらせたいんでしょう、おそらく。さあ、縦横無尽にバネッサが下がって下がって相打ちを取る。あの NC なんだっけ、あの酒みたいなのはまあ未だに強いですね。無印の頃はもっと凶悪だったのかな。さあ、続いて K ダッシュ。さあ、画面端に追い詰めているが中央へ戻って、さあ、バネッサが常に動いている感があるが、動きすぎてシュートに引っかかってしまう。続いてクラーク。さあ、クラークはやはり勝負に行く。すごいのが当たって、もう一回極端な余命が発生している。今度は地上、無敵な絵柄、おっと、結果的にはいい方向に進んでいる。全ての攻撃当たる。ここは切り返して位置が入れ替わって、おっと、地上で当たるがヒートが出ない。さあ、このクラーク危ない動きが、すごい距離からガトリングも打って、最後はジャンプ A 禁止。あ、フリーさんが来たところで光剣が刺さり画面端、なんかすごい金 B が裏でヒット、ジャンプ C からジャンプ C、 通常投げが刺さって、両の通常投げは裏向きでダウンするので端の攻めが結構強力ですね。中段はしっかりガード、立ち B 立ち B 連携を組んでジャンプ C しゃがみ C がヒット。佐川さんが取り返して大将戦、これはお互い多分やりたいだけな感じがしますが、どっちがピオらせるのか、またはどうなるか。さあ、開幕発動していた、あえて中段に、あさあ、西川コンボが刺さり、画面端昇竜ガードうまい、ジャック候補まで入れてリードしているのは佐賀の方、おっとまたピオった、あるある探検隊コンボが刺さる。どうなる、30秒切って、うおーすごい、なっうわなにジャック撃ったー、暗転と同時にもう飛んじゃったのかな。いや、同キャラが相手なら覇王昇降剣を使わざるを得ない。あ、お互い使ったけどまあ、勝ったのは初心者。ワンピーに座るのはティアナさん。ティアナさんはジョンとかハイデルンとか新潟の人のチームに近い、国士の代わりに霞みたいな感じですね。そういえばまあ新潟の人は昨
までいたんですよね。みんな会いました？会ってない人もまあ多いでしょう。はい、というわけで試合はカスみたいだもん。あ、終わる、終わりそう。しかしここはジャンプ飛ばし、王道のこのジャンプ飛ばし、早出し追いかけて苦しい。さあラモンはなんとか自分から乗っかりに行かなければいけないが、なかなか難しい。終わったくさいと周りからも声が飛ぶ。なっだー、そうなんだ。さあ必死にゲージを貯めるが、霞は落ち着いている。冷たいですね。続いてバネッサ、これもうまい、しっかりジャクジャクからコマ投げ、フェリオンで中段しと。さあお互い技を振り合う、前から重ね当て、いやーこれはちょっと待たれていた感がある。最後は安定の吹っ飛ばし、これは状況的に初心者側は相当苦しい状況。霞のゲージもマックス。さあもう激おこの表情、このセス顔が真っ赤です。だー冷たい、相打ち、これはでかい、これは減る。前とか強攻撃で死ぬか、どうだ、あっと追撃がちょっと難しいですねあれね。確かにすごい技が出てましたが、さあ急降下していく、腰が痛い。ああなるほど、ああゲージがゼロになって、さあ構えからずんずん歩いてくるジョン、距離の取り方がうまいですね。さあちょっとめり込みすぎて投げられる、あー前転乱れて、おっと、あー苦しい。さあまだセスにあるか、前ビヒット、うわーすげえ当たり方した、天空の覇者最後に見せる。あはちょっと読み合いには、読み合いには勝つだっぽいのになんか潰されたな。スーピー側に座るのは一平さんです。読み方合ってるかな、はい。はい、一平さんは過去に1回だけ紅白戦には出場経験があるということで、はい、とりあえず序盤の方に出陣。ティアナさんはキャラがガラリと変わる。一平さんの方はクーラ、マリー、リョウという一風変わったチームですが、さあベニマル対クーラ、これベニマルの飛びとか結構クラガーが落とすのに苦労して、牽制にもちょっと引っかかりやすいっぽいですね、ジャンプが。しかしそこのところまでベニマルが詰めていくのがちょっと難しいという、なんともお互い今かなりしんどい組み合わせですね。さあリードしているのはティアナ側、画面端に追い詰めているのは一平の方、音裏からレースピンがヒット。さあよく見ているか、コレダが刺さって残り10秒。さあベニマルはもう無理はしない。さあ小足が何回か刺さったが、今立ち B にやったのかな、立ち B 確定らしいですよね。あれを完璧にやる人が いたらすごいよね。おっと揉み合って投げ、ああジャンプして乗っかっていく、ここは屈伸がしっかりできている。
このダメージスカシスジョナイが刺さり、さあ突っ込んでいく。まだマリ側にもゲージがあるのでここからまだわからない。さあ一旦落ち着いて、さあすごいジャンプし強い、裏からうまかったが D 投げもらってしまう。足払い、さあジャンプ C を主軸に立ち回っていくが、ティアナが冷たい。だー、一緒に出てたジャンプとバーチカルハローが。オズさんが隣に座っていますがマイクは下にありますよとだけ言っておきます。このはい、そこですと言ってる間にフォクシーが勝利している。俺早く出てもいいんすか。あ、おさん出ていいっすよ。じゃあはい、え、まだ書いてないの。あ、おさん書いてあるわ。そういえば書いてあるでしょ。おさん 2P 側です。俺早く出ていい。まあまあいいですよ、俺今日のコンセプト決めてっから。なるほど、なんすか。マグロっす。マグロマグロ、いや、よりのしゃがみ D のことではなくて、もう動き続けようと思っております。何を言ってるんですか、おさん。どうしたんですか。いや、もう、はい、なんか普通のプレーをやるのがちょっとつまんなくなっちゃって。うまい。そもそもおさんのプレーは普通なの。いや、普通でしょ。見せるプレーってやつですよ。あ、おずさんがそんなこと言ってるからコンボが確かに厳しい。中断。ああ、あれ何確定するんだろう。つっつき、つっつき確定するのかな。これは下段を選択。うわあ、強すぎる。あの技強い、強すぎる。じゃあ出よう。まあ、おずさん、じゃあ次あたりいきます。まあ、2P が開けば、はい、ということで 2P 側がクモさん。まあ見ていきましょう。私も久々なんでね、紅白戦。あ、そうでしたっけ。2週ぐらい出てなかったんだっけ。なんか最速で死んだ時ありませんでしたっけ。いや、最速で死ぬことばっかりなんですけどね、この頃俺。すごい変なキャラばっか使ってるんだこの頃。でも今日はちょっと真面目にやろうと思います、キャラは。なるほど、キャラだけは真面目にやろうと思います。さあ、ティアナさん側はちょっとチームが変わり、クモさんはウラシェルチン、アテナ。アテナは13でも使ってますね、クモさんは。さあ、この状況、あれ、無敵あるんですか。当たり前じゃないですか、何を言ってるんですか、あなた。え、ジャックも今日もあんの。え、ジャック一緒一緒じゃない、一緒かな。うっ、ぶっ放された。なんかしました今、ホクシーが。え、ホクシーが今何かしてました。なんだ、なんそのまま食らっちゃったっぽいけど前転できなかったな。うわー、噛み合った。なんだあれは。あー、広いことにまだならない。さあ、なんとか浦瀬側は疲れさせたいところだが厳しい。高い強側が追い込みかけてきたんで、ちょっとあれは厳しいっす、厳しいっす。あ、続いて強対チン、なかなか見ない組み合わせですね、これは。そうですね、チン使いいないからな。はい、確かに。投げて、そこから爆撃でぶっ放しを回避しようと思ったのかな。勝利しっかり見ている。画面端からチンが逃げれない。逃げた。昇竜拳はぶっ放しだ。今回これダウン回避取れないんだよね。取れないんですよね。あ、すごい避け方した。煮詰まってる。やばい、厳しい。いやー、さすがに飛び越え。最強側もちょっと翻弄されてましたね、今途中から。そうですね、今日チンってよくわかんないですよね。いや、このチンはわかるでしょ、まだこのチンはわかる。サーティーのチンは、まあ、確かに。あれはもう別人ですよね。はいはい、あのキャラに俺さんとされてるんで。確かに、あのキャラ危ない。苦しい、投げキャラだ。当たった。でも初段しか当たらなかったですね。あ、初段じゃない、2段目しか当たらなかったですね。ああね、今新勝利っぽかったですけど、ダメージ見る限りでも。ああ、
これは殺しに来た。しっかり決まる、はい、あの難易度が高いコンボを決めるとなかなかやりますね本当に。いやあのコンボ本当難しいっす。難しいっす。あのコンボやばいっす。13のコンボ並みに難しいっすね。あのコンボよく見せるんで俺、はい、完走率がこの頃 20% ぐらいになってるんで 20% 低い。さあ試合の方は大将戦。うまい、よっしゃ、追い打ちかけてきた。やべ、あれガフだ。おお、なんかすごい、あれ98度からだったらガフになりますね。確かに確かに。ケツがヒットして、さあ雲川がリード。さあしかし危ない、危ない。ああどうなる、これまだ死なないよね。まだ死なない。決まって、まだ死なない。中段からは発動。なんだこのうねうねした感じは。これはどうなんだ。とりあえずアテナ側は最高シュート、うまい。危ない。さあネメス側もゲージがないのでちょっとフィニッシュが難しい。飛び越える、飛び越えた。かくったのかな、かくったっぽいですね。じゃあ行こう。スーピンするのはオズ。オズさん、確かにこれはもうティアナさんもかなりキャラが仕上がってきている。 2P 小津川はイオリマキシマネームレス。さあどんどんぶっ込んでいく。ここは確定しない。さあどんどん乗っかっていく。今日は青い花貪欲にダメージを取りに行くな。小津打ち切って、小津さんの勢い、これはティアナさん側も使わざるを得ない。うまい、中段決まって、あー惜しい、惜しいな今の。おずさん、いや常におずさんいつも走ってんじゃないですか。うわー運がいい。おずくずかずから発動。コンボは難しい、確かに13は自動で走りますからね。やり直して中途半端に追い込んで、さあ試合展開が非常に早い。ここは使っていく。残り体力 0.5 割といったところ。やっ、さあプレッシャー、オズプレッシャー。さあティアナ側しのぎたいところ、よくガードした。妨害はすぐああいうことするんだから、最後に汚い花火。俺の方がするけど多分。そしてフォクシー対マキシマ、どんだけ走んの、うますぎる。前転で回避、つっついて、さあおさんコロ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 。いやー最後はつっつきの隙に禁止がぶっ刺さる。止まったら死んじゃうとオズが声を漏らしているが、ネームレスのゲージはまだちょっと頼りない感じ。暴れつぶしのベイパーキャノンが刺さり、ジャンプ飛ばし、いやーこれは痛い。安定のベイパーキャノン、まあ、距離がと、あ、オズメイフルプーさんが 1P。 さあ早くオズさんを止めてほしいところです。さあメイプルプーさんはシャンフェイチョイを選んで、あと1キャラ。オズさんはイオリマキシマネームレス、先ほどと一緒。それを見てプーさん側がネームレス。さあというわけでちょっとはい、作業に一瞬出てきます。
はい、すいません、戻ってまいりましたが、試合の方はどうなっているんだ。おっとチョイが勝っている。いいよプーさん。チョイ対マキシマ、あー痛い、これは減る。前転で回避して、うまい、さあだすごいおっさんやべ突っ込んでんじゃん、おっさん常にダッシュしてるよ。ガーキャン使って逃がさない、走って C 投げ、止まったら死んじゃうっていうか、うん、シャンフェ対マキシマ、これはさすがにマキシマが厳しいんじゃないか。さあ裏はガードしてガーキャン、シマへ、うわ勢いがすごい。さあガンガン攻める、裏から暴れ潰し、投げ外して、さあおじさんすげえな、何 D 投げなあ、すぐそれすぐ、ねえうるさいマキシマ、ここはプーさん側じっくり行きたいところではありますが、操作してくれないのがオズ。 C 投げが決まって、なんかすごいことになってる。これはうまい、しっかり禁止を入れてダメージアップ、残り数ドット、ここは避けきれず、ここで同キャラ戦、ふざけやがって。こいつさあここは何としてもプーさんに頑張ってほしいところ、相打ち運がいい、一足からさあオズダッシュ、さあまだ分からなくなってくる、前へ前へ吹っ飛ばし、さあオズは心得ている。ワンピ側イオさんが座る、先方戦はユーリ対ユーリ、おっとイオさんも止まっていない、さあ勝負に出ている。さあおそらくイオさんはおんさん多分厳しいと判断してもうやってやろうっていう精神なのかもしれませんが、オズさんもやる気満々、さあ暴れ潰しはしっかりガードしている。ここら辺がしっかりしてるのかな、大津さん憎いとこなんだよな。続いて件数は裏、ジャンプリーが早い、いやさあ詐欺飛びになっているが、さあ展開が本当に早い、うまい、よくカウリアが刺さり4ヒット、上から乗っかっていくのはオズ、確定かガードされますよそれは、まあ確かにあれは当たるよね、よく。さあこれは、まあ、マキシマは結構天敵じゃとは思うんですがどうなるか、しかし体力が少ない件数側、うまい、よく見ている、うまいリバハイ狩りだ、さあ金 D で止まってしまう、禁止前へメーパーキャノンの隙にしっかりガーキャン前転から押し置き、さあ十分なダメージを奪って、さあキングもやりづらいだろうなマキシマ、しかし本当にやっぱマキシマの一発は減りますね、夢がある、うまい
今のはうまい。ここで迎える大将戦ネームレス4ゲージ持ちモンスターだ。あー危ない。なんとかしのぐ。さあ常に一発を狙いに行くスタイル。オズうまい。 NC からジャンプ飛ばし禁止で暴れている。あーオンさん、うん、オンさん、うん、オンさん、なにや、な釈放ミスったのに。